はい、どうも、こんにちは、TV です。今回もイニングレブアプリ2019やっていきましょう。ということで、今回ですね、こちらのツアーですね、スーパースター。はい、ということで、ちょっとね、こういう風にね、みんなさんなってると思うんですけど、うん、リバプールとね、一試合ちょっとやってきたんですまあ、スーパースターとの、まあ、今作の使用感というかね、はい、まあ、多分結構変わってると思うんですけど、監督これ誰ですか、うん、これはね、ペップです。そうですね。なんだっけな、ルイス・アルベルト・ロマン。あのだけ最初からね、結構チームパワー、チームスピリットが、うん、まあまあ高く組めるっていうか、その高い人でちょっと集めて、そこから、まあその、最初はイベントとかの方をやって、うん、ちょっと上げてって、まあ、80何分ぐらいまであれば、まあ、スーパースターにも勝てるでしょうと。うん、83だけどね。まあ、83でギリいける。で、今作ね、まあ、どんな感じなのかっていうのをね、ちょっと見ながらお伝えできればなと。結構今んとこコメント見てたんですけど、やっぱ守備が難しいとか、うん、あとスーパースター結構強いみたいな、なるほど。コメント結構見たんですけど、そして実際にやってみたい。まあ、一応これノーカットでいきますね、今回はもう、ほんと。まあ、こういうね、ボールの移動みたいなのは結構前作から比べるとだいぶ遅い感じにはなってるんで、まあなんだろう、その、結構ボールがガッといくと取れる。感じはあるのかなっていう。ただね、このね、スーパースターは結構いやらしいのを食いつかせてワンツーしてくるんで、あ、なるほど、守備まずね、行かない方がいいですね、ここら辺も。うん、まあ、こんな感じなんですけど、最終ラインのセンターバックを釣り出そうとする動きしてくるんで、なるべくセンターバックにカーソル合わせないで、ボランチでカーソル合わせるってことをまず、うん、意識すると。まあ、ここら辺結構18とかでもそうだった感じはするよね。そんなにガツガツいかないですか。プレス指示しちゃうとセンターバックで、うん、結構抜かれちゃうあなるほどことが多いんで、僕自分もですね、まだ全然 4試合、3試合くらいしかまだやってないんで、うん、しかも別に、あれだよな、ビギナーそう、とかとやってたんで、うん、ビギナーっていうか、スタンダードとかそう、ただまあ、この辺のパスは、うん、まあ、それなりにこんな感じでね、サイドとかも空いてくるんで、ちょっとボールのね、ターンとかも遅いんで、まあ、そこら辺、タイミング見て、こういう抜け出しとかを見つつ、そう。いやー、流れとしてはこういう感じなのかなっていう。まあ一回サイド経由して、中に折り返して、みたいなのが、セーブかもしれない。別に18から19になったからって言って、カーソルが変わってるわけではないんで、別に思った通りのところに行くわけではないんですが、ここですね、ただ、相手が出すのもまあちょっと遅くはなってるんでね、行動がね。ここもマネ、ここ取れますね。うん、まあ、行くところと行かないところ の違いが多分18と19が。うん、あるんで、そこさえ掴めればなんとか、そう、うん、ワンツー抜けてきて、ロナウド、クリスチャーノで一回ね、今あれでウワップですね、フリーですね、ここも、うん、ああ打っていくと、パフォーマンスだよね、こういうちょっとがやっぱ PS4 というかね、なんだろう、作りも丁寧に作っていかないと、うん、なかなか崩しきれないというか、そうだね、マリノスをね、一応久保君をチームに迎え入れようとしてるんで、欲しいんですけどね、竹内さんを新エースにね、持ってこようとしてるんで、うん、このチーム、ちょっと F マリノス着させてますね、リプレイもね、まあ、そこそこリアル、はあ、これね、標準でしょ、標準かよ、これね、実はね、超高画質にできるんですよ、あ、もっと綺麗に、うん、できる、ホームボタンから、ホームのやつとこからいけるんだけど、あ、これ標準かな、これ多分標準、デフォは標準だと思う、俺もね、標準で、今ね、ちょっと直したんだけど、サブアカの方、結構ね、もっと綺麗、もっと綺麗かなっていう、まあ、それもまたちょっと動画撮りたいなっていうふうに思うんですけど、ただね、ちょっとやっぱ、携帯が熱くなるみたいなんで、ね、サイドに持った時にね、うん、あんまりいかないほうがいい、飛び込まないほうがいいっていう感じ、ね、こんな感じの趣味ですね。で、相手がドリブルしてきたら突っ込むみたいな。まあ、ほぼだから PS4。まあ、まあ、ちょっと、カーソルチェンジはうまくはできないですけど、なるべくタイミング1回限りのチャンスみたいな感じで、カチャカチャ変えられませんが、1回のタイミング見て、みたいな感じですかね。もういかない、当てなんですね。うん、ここら辺だからいて当てつつみたいな。うん、当てつつ、その、プレシーズン2枚当ててない方のやつは、下がらすみたいな。うん、カンテが当ててないですね、センターバックに。うん、もうずっとカンテとか持って。もう当てない、ね、当てないちょっとプレッシリー活かしてみたりとか、うん、これずれてくんだよ、こういう風な感じでちょっと怖いわね、あんまりね、取りに行き過ぎちゃうともうずっぽりいかれるんで、うん、取りに行き過ぎずみたいな感じで、まあ本当ボランチにカーソル当てるっていうのがそうだね、大事かなと。このスーパースターとかだと、なんかディフェンスラインとかも綺麗に並べるんですよ、うん、もっとね、このカーソルのなんか位置がすげえ重要性増したくせに、サイド思いっきり開いてるね、これ、うん、はい、決めてく、ムバッペですね、これ素晴らしいね、この形も、ね、やっぱりあそこをファンダイク置いてる意味なの、うん、どんどんどん交差させてね、ファンダイクでやっぱ蹴れるから、うん、今作はね、普通にここもうすごいいい攻撃でしたね、ファンダイクからネイマールに
こうロングキックしてでマルセロ上がらしてきてムバッペが走ってくる。結構サイドバック使うといい感じで攻撃できるかもしれない。そうそうそう、あのなんか右か左かだかの選手をちょっと溜めて回る動きすると結構速く走ってきてくれるサイドバックが。あの中央からの攻撃は結構厳しいかもしれないね。中央からパンパン行くっていうのが、まあ、だからもしかしたらどっちかだよね。要はその空いてる方に行くみたいな感じなのかなっていう。ネイマール行こう。ネイマール勝負。いやー、ちょっとでかいっすね。ネイマールダブルタッチ見たかったな。そう、今ダブルタッチやろうと思ってたんですけど、うん、ちょっとでかかったっすね、タッチが。あんまりダッシュ取りも、まあ使うところと使わないところの区別がね、ちょっと難しくなったのかなっていう感じがしますが。じゃあ、ロナウド、こねて、ネイマール。うん。いやここら辺ね。生かしくないっすね、やっぱり。うん、あんね、アマチュアは結構スパッて抜けるんですけど、スーパースターだと。ちょっとね、やるよ。でスーパースターは結構皆さん折り返しのあれが絶対決めてくるよね、うん、あれ何なんだろうねサイドからの。そうあれを、あれをやらせないたびに中央に置いてるんですけど、そうあのカーソルの中にサイドがえぐってきた時は中央に置くっていうのあれめんどくさいよね。あれあれはなんかずれるというか、あれ何なのサイドから。これいいっすよ、うん、このなんかセンターバックから蹴り分けとかマルサル上がらせてくるっていう、うん、この戦法。ここねロナウドで、ね、キックフェイントがねどうやらクラシックはなんかちょっとできるっぽいんだけ ど, ど、あのねアドバンスで俺やってるけどやっぱねシュートになっちゃうっていうか、そのタイミングがねどう考えるのもうボタン押したらすぐシュート打っちゃうから、うんなるほどね、あれもうキックフェイントできねえのかなと思ってるんだけど、ただクラシックができるみたいですね、うん、ここら辺ね、うん、超難しい。難しいですね。カンテで当てつつ飛び込まないですね。このカンテで当ててセンターバックを合わせるの極力、うん、いやカンテ回転上にガチャガチャ、うん、ほらミスるから勝手に意外と。そうだね、うん、ここで勝手にミスってくれるのを、まあ、スーパースターの場合は待つっていう。そうそうそう、またこれちょっと対人戦だと変わってくる可能性あるんですけど、まあまあ、スーパースターの処理方としてはこういう感じで、うん、おサラいや頑張れ。ここ1対1も強いね、うん、全然やらしくねじゃここ怖い。大工でちょっと合わせて、まあ、そうですね、固くいくならこういうちょっとキーパーに戻すとか使ったりとかしてやった方が、まあ、だから速い攻撃がちょっとできなくなったんで、そうゆっくりですね。スーパースター相手にめちゃめちゃカウンターを刺すみたいな攻撃がちょっと効かないというか、こう対人戦でもちょっとどうなるかっていうのところはあるね。そう対人戦の方が多分あのずれると思うんでちょっとチャンスが生まれてくると思うんですけど、そこ簡単にあそこ左サイド使っても強かったかな。まあね中でもね、いけるんですけどね、結構タッチの操作でね、うん、なんかパス出してるのに出さなかったりとかもするんで、なるほど。そこら辺ちょっとむずいですね。まあちょっと、あのアドバンスは分からないですけど、まあ、あとまあチームスピリットがマックスになってないんで、これが、83だからな、これ。これが本当の選手本来の動きなのか、ちょっとよく分かんないんですけど、うん、まあでも大体18の時83でもまあ、ここね、ここが怖い。ここ当てた時に、危ない。あれ、さらにね、ワンタッチ出されてたら分かんなかったな。そうだね。しかも、結構、際どく打ってくるよね、うん、振り向いてさ、俺反転してすぐシュートして入っちゃったんだけど、ね、ビビったよね。なんだろうねあれなんなんだろう。確かになんか強くなってるような気がするよね。さあコーナーキック危ないですね。なんかね、なんつうサラーでゴリゴリみたいなのないの、うん、スピードでグングンみたいな。あんまそうだね、そのスピードでガーとはなかなかいけないかなっていう、うん、これ対人戦だったらその隙ができてくるのかもしれないけど、今抜けたね、うん、サラーで結構ね、小技を出すタイミングもね、ちょっとずれてるんだよね。あーここね、ネイマールにもう一個落ちたかったですけど、うん、ここね、ちょっと中に切りつつね、結構ね、この18の感じでやると痛い目を見るんで、ビエラで当てて遅くみたいな、気持ちはジジイになった気分でなんかこの、遅いなーみたいな裏経過して、ここマネもう一回こっちだプレッシュ時で行かせて、その2枚目のやつでパスコースを切るという。そうだね、まあ、若干 PSO みたいなパスコース切りつつ、でもそれサイド限定でしょ、まあ、サイドで中に行ってくるときは多分それがあれなんですけど、なんか他のところでもうオンラインもやりたかったんだけどできなかったね。あ、なるほど。行こうと思っても全然入れないんだよね。一回フレンドマッチやりましたけどね、今オンラインできないの、うん、まあとりあえずお前らスーパースター倒せるのかいみたいな話になってくるのかもしれないですけど、まあ、といった感じでね、まあ、2-0 と、うん、戦いもやってきたんですけど、まあ本当に守備は、やっぱあのセンターバックがなるべくカーソル合わせないで、ビエラとかカンテとか、中盤の選手で合わせながらみたいなのがいいのかなというふうに。これね、
60、70何歩ぐらいの時に一回スーパースタートやって引き分けてんのかな、確か。そうだね、確かに。で、80何歩だったら勝てたんで、うん、まあ多分皆さんも80何歩ぐらいまで行けば、そう。TS 上げていけば、ね。TS 上げていけばね、まあなかなかその選手の配置とかも良くなってくると思うんで、まあ今ちょっとなんか、TS 低い時にスーパースタートやるんじゃなくて、うん、まあなるべく、そう90は欲しいかな。うん、会う時に、まあこう、だんだん合わせていくとね。あの、チャレンジの方で、最初アマチュア化とかからやってって、なんかあの、報酬もらえるんで、ゲームのやつとか、うん。あれやってった方がいいかもしれないですね。これ一応ちょっとツアーイベントやっちゃいましたけど、うん、あっちまずクリアしてから、こっちに流れてきてもいいの。まあとりあえずね、ルイス・アルベド・ロマンっていう840入る、まあ一番コスト入る監督で、まあ今回試合してきたんですけど、その他にシメオネだったりとか、まだまだ優秀な監督、うん、たくさんいるんで、とりあえずでもちょっとチームスピリット、どの監督の上げつつ、そうだね。まああの、またね、強い監督だったりとか、例えば守備が硬い監督とか、うん、攻撃がしやすい監督とか。あとはだからその、要は裏に抜けられるのかとかね。そうそうそう。18でできてるところ、19でできるのかとか、あんまでも結構どうなのみたいな。そう、ところもあるんで、ちょっとまあ検証して、ちょっと練習とかして、うん、また動画にできたらいいかなというふうに思います。はい、ということでしょう、さらっぽー。